ボクシングはもうできないですって言われましたね。右ストレートですかね、はい、ダウンしたパンチだと思いますね、多分。急性硬膜下血腫ですねって言われたのは覚えてますね。もう一度世界チャンピオンになることが一番の恩返しだと思うんで。はい、はい、まあ、小学6年生ぐらいの時に友達の家で読んだ初めの一歩っていう漫画が面白そうやなと思って始めたのがきっかけです。青コーナー挑戦者山田さん、以上3対2と申しまして新チャンピオン。結構ギリギリな試合でしんどかったのを覚えてます。まあ嬉しかったですね。初防衛っていうのはすごい難しいと思ってたんで、そこ乗り越えたのは結構良かったなと思いました。そうですね、一歩一歩登っていって、まあ、これからまたさらに成長できるんじゃないかなっていうふうに思ってました。試合終わってシャワー浴びた後ぐらいからだんだん頭痛くなってきて、ちょっと歩けなくなったんで、もう頭痛すぎて、で救急車呼んでもらって、急性硬膜下血腫ですねって言われたのは覚えてますね。ボクシングはもうできないですって言われましたね。自分に言われているんですけど、こう自分に言われてるようじゃないというか、こう抜けていく感じですかね、なんか。でまあまあ、そこからずっとこれから人生どうしようかなっていうふうに考えてたのは覚えてますね。
最後プラス先輩とか後輩の応援には結構いてたんですよ。それでやっぱ見てるとやっぱやりたくなるというか、自分のこの覚悟が本物かどうかっていうのを確かめるために思った時からもう半年ぐらい毎日走り始めて、体重も落としていって、会長にまたもう一回やりたいですっていうふうに相談して、そこからずっとまた毎日新生ジムで練習させてもらうようになりました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ちょっとね、キュー出すって言って忘れてました。どっかできる国でやろうかなって、やろうと思ってました。大阪の北新地でおむすび屋さんをやって、JBC のルールが変わって今日復帰のリングを迎えるという、まあ、本当に非常にこの劇的なこの4年間だったと思うんですけどもね。接近戦でもボディアッパーで効かして、で距離を取ってもストレートで相手を止めてジャブで突き放してっていう風に、まあ KO を狙えるボクシングスタイルですかね。もう一度世界チャンピオンになることが一番の恩返しだと思うんで、自分は一回も負けずにそこまでたどり着きたいなと思います。